こんにちは。こんにちは。本日の上等チャンネルは、花店の、仲良し会ということで、清掃活動や、花壇の、植え込みとかですね、いろいろされている活動について、意見交換をさせていただきたいというふうに思っております。それではまず、皆さん方のメンバーの自己紹介から順番にお願いいたします。公園の近くに住んでおります、下園和美と申します。よろしくお願いいたします。私もあの公園の近くに住んでおります、田中久子と申します。よろしくお願いします。私は公園の一番近くに住んでます森本です私はファミール商会の山川です。あの近くじゃないんですけれど厚かましい人です。よろしくお願いします。多くの方は、公園の近くにお住まいということで、はい、普段から活動されているということですね。はい、それではですね、皆さんの活動の、趣旨ですけども、どういった趣旨で活動されているのか、またその始められた、きっかけ、いつ頃から始めたのかとかいうのがあると思うんですけども、そのあたりをお聞かせいただきたいんですが、いかがでしょうか。そうですね、結局公園の周りに住居を構えてますので、雨降ったり風吹いたら、いろんなゴミが飛んでくる、落ち葉が飛んでくる、で結局家の前の掃除がだんだん炎上していって、公園の中ももう見てられないくなって、もうそれで掃除が延長していって、公園の中もきれいにということで、保育園児さんとかちょっと歩きに来られる方とかも、いらっしゃるんで、公園はきれいな方がね、気持ちがいいと思いまして、365日、雨が降らない限り毎日やっております。はい、ありがとうございます。その朝からの活動ということなんですか。朝6時半にね、ラジオ体操がございまして、その夏でしたら、そのラジオ体操の前あたりから始めて、ラジオ体操してまたやって片付けて、今ちょっともう暗くなりましたので、ちょっとラジオ体操終わってから。はい、わかりました。確かにね、先ほども私も一緒にこう見させていただいたんですけれども、木がねたくさんこう植えられてて、今の時期特に落ち葉がねたくさんこう下に落ちているということで、それがね家の近隣までに飛んでくるということになって、それをこう掃除していただいて、いつの間にか公園の中までも掃除するようになってきたと、そういうような感じなんですよね。はい、わかりました。それでですね、次に何人ぐらいで活動されているのか、あるいはその清掃とかですねした後、先ほどもかなりゴミの量があったかと思うんですけれども、どれぐらいの量になっているのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。人数的には私名前もちゃんと書いてますけれど、22名で、そのうち男性が4人、朝体操に来たお方が早かったらね、ちゃんと何週か歩いて、それからゴミがあったら袋をね持って行っていただいたりで、民生の役員さんも来ていただいて声かけてね、体操してますよって。で私たちもうね年のお方もいらっしゃいますので、健康のためにおしゃべりして笑って楽しくいうことでやってますのでね、はい、だんだん一人ずつ声かけて増えてはいってますのでね、これからもねやっぱりね続けていくといいなと思ってね、歩かれる方も感謝されてます。綺麗なとこ歩かせていただいていうことでね、はい、以上です。22人ってねすごい数ですよね、はい、そうですね、増えたんですよ、はい、やっぱり皆さんそのこう公園をきれいにしたいという気持ちがね、はいはい、あるんだろうなということですね。でゴミの量も半端じゃないなという気はしましたけど、どれぐらいの量になってるんですかね。測って測れるもんじゃなくて、ゴミの大きな袋でね、先日も40杯あるし、すぐ後の日もまた30杯あるし、そんな感じで、取ってもまた次の日30杯、もう落ちてます、今もう落ち葉がピークでね、ピークなんですね。で鶴見緑地公園協会から、ゴミをね、回収に来てもらうのが火曜日と金曜日ですので、それに合わせるっていう感じ、合わせてで出してもまたね、すぐもう今はもうすごい量ですね。一日こう取りに行けへん間、そしたらちょっと溜めとくことになると、すごい量になるわけですよね。なります、わ
分かりました。まあ、そんだけ落ち葉なりね、ゴミが出てるいうことですし、で、まあ、きれくになった後に、まあ、こう幼稚園児や、ね、保育園児の方が来られたら、まあ、きれいな公園で、ね、遊ばせることもできます。まあ、すごく活動っていうのが役に立ってるなっていうのが分かりますよね。はい、ありがとうございます。それではですね、まあ、活動、あ、すみません、お花の方もありましたよね。花壇の方の活動のことについてもお聞かせいただきたいと思います。ふれあい花壇です、はい、私は十何年前にね、連合の花の責任者に なって言うて言われて、花のことあんまり知らなかったので、その時に、10年ちょっと前ですよね、大阪市のグリーンコーディネーター講習で1年間長いで36日通って勉強があるんですけど、ほんでグリーンコーディネーターにならしてもらって、ちょっとだけ花のことが分かるようになって、ほんで城東区がさし運営してる生杖公園内の花広場っていうとこで、城東区で花の種を買って土とか買っていただいて、種まきして苗を作って城東区中に下ろして、ほんで私たちのこの西花店公園のふれあい花壇は特別大きいんです。30何平米ありますので、花もたくさんたくさんいただけて、それでなんとか世話をさせていただいてるんです。で、初めは5人ぐらいいてたんですけど、これせえへんいうわけにいかんので、水やりも絶対夏なんかは朝晩やらないかんので、しんどくなってやめられる方もいてて、現在は3人なんですけど、一応なんとか維持はできるように頑張っております。ご苦労様です。このエプロンもそうですね、花火とコスモスタッフの会っていうことなんですよね。はい、これ上等区の花のエプロンなんです。そうですよね、はい、コスモスと木蓮がね、外にちゃんと、はい、絵柄がね入ってますよね、はい、でコスモちゃんのキャラクターを考えたのは私らの仲間の人なんです。かわいいコスモちゃんのね、本田さん、そうそう、本田さんっていう方がねデザインにしてなってるんです、ね、ほんでふれあい花壇も言うかコスモちゃん花壇っていうの区役所の裏側にあるんだ、はい、ね、あれもなんとか、はい、はい、させていただいてるんです。 いつもね、私も3階で仕事してるんですけども、見させていただいて、花の色が変わってきたなとかね、季節によってやっぱり入れ替えがね、なされてるんで、それもね楽しみにしてるところです。はい、それではですね、まあ、清掃活動、お花のこう植え替えとかですね、いろんな作業もする中でご苦労されていることもあるかと思います。でそのあたりですね、どういった点でご苦労されているのか、また一方でその苦労はあるんやけどもね、やっててよかったっていうふうなやりがいもあろうかと思うんですけども、そのあたり続けられる秘訣ですね、そのあたりをお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。清掃はね、まあ、2、3年前からね、始まったの、本格的にね始まったんですけども、それまでは汚い公園っていうのがもうね好きやったんですよ。上等区で一番汚いって言われて、汚い公園っていうのは本当に本当にそうだったたくさんあんのにね、上等区でね。今お掃除して感じることは、綺麗な一時的でも綺麗になるから、ゴミをほかす人が多少は減ってきたんです。多少はですよ。でも綺麗にした後にもう明くる日になると空き缶はいっぱい落ちてる。でもうね、コンビニの袋とかも落ちてるとかいう、そういうことなんですね。でそれを毎日毎日お掃除させてもらって、このお掃除を通じてその若い子たちがもうちょっとこのゴミのマナーをね学んでもらえたらいいなと、それは私も強く感じますね。それと今活動しているメンバーの年齢が私80代です。でこちらも70代ですし、ごめんね、いいです年バラしたそれで若い人で60代という具合なんですね。だからずっと続けていくためには次々と若い人の世代交代がねちゃんとできていけるようになったらいいなというのが私の思いですね。で公園の中にやっぱ汚くしてると、そこに猫の餌がこう時々こう巻かれてるんですね。イタチごっこ、そうです。それと犬のうんちがそれがもうね
あるんですね。でも清掃きれいにするようになってからは多少減りました。はい、はい、そういうことです。ありがとうございます。まあやっぱり声がきれくなるというのはね、続けられる秘訣ということかなというふうに今お聞きして思いましたけれども、まあとは言いながらこう世代交代たら変ですけども、若い人も一緒に清掃活動に、ね、はい、参加していただけると、まあ会としてもね、長く続けられるのかなというふうに思いますし、まあ、なかなか ね平日はみんなお仕事行きはるからね、土日なんとかね、でみんなこう頑張ってくれへんかみたいなところですよ ね、まあお子さんと遊びに来られて、うん、夏なんかはね、はい、でまあ、ちょっとゴミ持って行ってくれたり、ね、パパがね手伝っては、そういうことがあったりするわけですね、うん、ありがとうございます、うん。でたまにね、あそこには多目的のトイレと他のがあるんですけどね、そこに鳩が使ってたり、ほんでうんちゃんがものすごく汚いから、それを見たら私はします。大好きやから、それをするのはね、やっぱり自分の顔に塗るのは、お化粧は大嫌いやけど、そういうのはねできるんですよ。だから気持ちいいでしょ、やっぱり綺麗なところでね、した方が気持ちいいし、そうそう、ある時はパンツで拭いたんで、靴下でうんちゃん拭いて、だからそれを流されると詰まるから、そうですよ、ね、はい、でいたずらもあるしね、であそこ多目的が広いんですよ。だから前はなんていうかな、不老者が行ってたことありますしね、はい、そんなんで、まあ、今はね良くなって、お掃除の方もね3日に1回来てくれてます。そうなんですか、はい、はい、シルバー人材派遣と思います。男の方がね2人来てますわ、週に2回ぐらいかな、まあ、広い公園ですもんね、公園、はい、まあ、トイレはねすごいいろんな方利用されてるからね、はい、もうやっぱり男性の方はね特に、うん、やっぱ綺麗にしとかないとね、綺麗ほら ね気持ちもいいですしね、うん、でも公園でお花があるのは花店だけ違う、綺麗な花、そうかね、いや花はいろいろあるっちゃあると思うんですけど、割合手入れ、ね、綺麗にしてくれるから助かります、はい、手入れはできるだけは行き届くようにはしてるんですけど、今もちょうどね、ハボタンとかがね、そうです、お茶が来てるね、はい、わ、ね、はい、かりました。それでは最後になるんですけれども、はい、まあ、今後のですね、皆さんの抱負などをお聞かせいただければというふうに思うんですが、順番にどうぞお願いします。豊富ですか、まあ、楽しくね、元気よく、うん、怪我のないように体のね調子のいい時にね頑張ってもらって、楽しくお掃除したいと思います。ありがとうございます。私はもうやっぱり世代交代せないかんと思ってるので、引かなあかんと思ってるんです。私がって言うてたらいかないと思うんで、やっぱり次の人をね育っていかなあかんなと思うけど、なかなかねいい加減でいいんじゃないので、なかなか次の方が育ってないんですけど、悩みがある、ね、はいはいはい、また皆さんご協力よろしくお願いいたします。もう私はもうね、自分の健康維持のためですね、ほんでいいお友達ができるね、たくさんできたっていうことがね、良かったなと思いますね。その輪が広まっていくようにと願っております、ね、元気にもなると、はい、ね、友達もできる、一挙三得ぐらいの感じです、はい、ありがとうございます。私はね今7つ病気を持ってますのでね、お薬や注射が大嫌いですので、自分で治します。だから生きてるだけが嬉しくて感謝してますのでね、もう健康のためと、で主人は長生きしてほしいのでゆっくり寝てほしいから、お家でガサガサしたら悪いので出てきて公園で喋ってますのでね、で皆さん悩みとかね、旦那に言えないことでもね相談できて、そこのその場だけ楽しめますので、ありがとうございます。耳が痛い、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こうした形でね、皆さん仲良し会ということで、本当に仲良くですね和気あいあいやと活動されているということが、分かるような皆さん方でした、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは上等チャンネルの方の、収録の方これで終わってまいりたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。